さっき言ったように漁場がヨーロッパの中でもイギリスの漁場っていうのは魚を取れるんでね、でそれでやっぱりヨーロッパの人たちがそこに魚を取りたいっていうことをEU は要求するだろうと。でジョンソンはそれは嫌だって言うんですね、嫌だと。で And it insists on the government governance system It insists on the governance system for setting disputes dispute 議論ですね that maintain a role for the European Court of Justice European Court of Justice って欧州司法裁判所欧州司法裁判所の役割を維持する維持しようという議論についてガバナンスと要するに監督する司法をね守るそういうシステムを要求するだろう。要するに簡単に言えばここではその欧州司法裁判所の役割を EU は守ってほしいと、そういう意味ですね。でガバナンスシステムとして認めてほしいと。For setting dispute だからそのディスピュートだからセトリンディスピュートセトリンディスピュートってのはこれいさかいを収める争いを収めるセトリンディスピュートですね。そのために欧州裁判所を認めてほしいというふうに EU は主張するだろう。だから要するに例えば裁判権日本もそうでしたけど米軍がね傷害事件を起こしても米軍逮捕できなかった日本はねアメリカの司法に対してそれ同じことでイギリスはイギリス国内に例えば EU の人がね問題を起こしたときに経済でも民事刑事でもヨーロッパの司法裁判所に委ねたくないっていうのをジョンソンが言った。ここで言ってるのはヨーロッパ人が何か問題を起こしたときでもヨーロッパンコートオブジャスティスに委ねるようにそのセトリングディスピュートはその場でもと議論することを要求するだろう。これが一つ大きな課題でね EU が認めないEU が認めないのはここに、結構日本も日米もそうですけど大きな議論の争点なんですね。こういうのは裁判所がどっちが持つか、ね、ということを言ってるんですね。でねあとこれはですね Speaking in the old Royal Naval College Greenwich The Monument to Britain Seafaring Power これロイヤルナーバルカレッジって古い大学ですよね。でそのボリス・ジョンソンが話した古い大学で話したんです。グリーンウィッチにあるでモニュメントって記念碑ですね。イギリスのシーフェアリングパワーっていうのは船乗りのこれね船の権力の象徴モニュメント遺跡だから昔イギリスは世界の海を支配してたってそういう記念碑がこのカレッジにあるんですね。でグリーンウィッチってその記念碑のあるとこなんですけどそこでボリス・ジョンソンが話したんだけれどもよくねスピーキングインっていうのは後に主語が来るんですね。ボリス・ジョンソン続きしてますけどボリス・ジョンソンがそこで話したんだけれどもってそうですね。でディスミスト彼否定する って言うんですね。ディスミスト These demand こうしたさっき言ったヨーロッパの要求ね要求さっき言った例えば司法裁判所だとかいろんなそのルールを守るとかヨーロッパの法律を守るとかディスミスト、ディマンこういうような要求を退けた in muscular terms in muscular っていうのは筋肉で、筋肉質ってでここで僕は自分が勝手に書いたのはたくましい言葉で terms って言葉ね条件って意味もあるけどここではたくましい言葉でっていう激しまあ、言い方より激しくね否定したと。それで He wants a free trade deal like Canada's だ彼はだカナダと同じようなフリートレードディールをしたい、ね、But just as Canada is not bound by stringent level playing field condition ここで言ってるのはねカナダはスリンジェン厳しく厳密な平等レベルプレインフィールドコンディション条件厳密な平等の立場の条件にでの取引でによる
束縛はされによってバウンドバイ、だからそういうふうになってない、そういうふうに義務を負わせられてない、平等の立場の条件になってない、否定されてるから is not bound by ね、その平等の立場の条件によるその束縛を、あの束縛っていうよりここに言えば義務だ、権利を体を負ってないね、負ってないけれども just as Britain should not be、 イギリスはそうしたくない。どういうことかというと、イギリスはあのstringent level playing field condition でやりたい、平等でやりたい、そういう意味ですね。だからカナダみたいなことはでは やりたくないって、そういう意味ですね。だから指定してるんですね。わかりますこの文章。カナダはあの厳格な平等の条件によってあの契約はしてない、カナダ平等 あの立場の条件でもって契約してない、カナダ is not bound by ね、けれどもイギリスはそうじゃないよ、 should not be っていうのはイギリスは平等の立場の条件でやりたい、二重してね、よく読まないと分かんないです。あれカナダって平等じゃないんでしたっけ。じゃない、カナダ例えば司法、欧州司法裁判所で何か問題起こったら、あの欧州司法裁判所に従うとか、いろんなルールはカナダのヨーロッパのルールにカナダ従うよっていうふうなことをカナダは譲歩してるわけです。イギリスは譲歩しないって言ってた。その前のな、この前で、ここで。ね。それはだから、ジョンソンはカナダのやり方ではやりたくないと言ってるわけです。There was no need for any deal. あ、そっかそっか、わかりました。わかった？ There was... EU の人じゃなくて、イギリスの人がそう言ってる。そうそう、これはね、ジョンソンが言ってるの。There was no need for any deal to involve accepting EU rules on competition, subsidies, social protections, or the environment. ここで言ってるのはその後続いて言ってるんだけど、あの、There was no need for any deal. あの、いかなる取引に対しても、あの、その必要はない。There was no need for any deal to involve accepting EU rule、 EU のルールにを認めるようないかなる取引も行いたくないと。ジョンソンが言ってるわけでは、No need for any deal to involve accepting EU rules。 でどういうことかって、どういうことに対して従わないかって、コンペティション、競争、ビジネスの競争ね、独占とか、それからサブシディーズ、国家の助成金、サブシディーですね。それからあのソーシャルプロテクション、これはよく僕な社会保護って言ってるんですけど、あの多分社会保護っていうのは、あの社会的な、例えば低所得者層の保護だとか、あのそういう国民のその生活を守るため、いろんななんていうかな、あの福利厚生みたいなことだと思いますよ。もしくはエンバイロメント、環境政策ね、については EU の法則に従いたくない。で、あのさっきビデオを見せませんでしたけど、100万1000万、毎月かな、3億5000万ドル、3億5000万ポンド、 EU に上納金払ってるんですね。で今回はもっと巨額な金でもって、あの彼ら出ますけど、こういうふうなことや規則がものすごい規則が EU にはあるんですね。それをこの文章は分かりやすい、分かりやすいでしょ。で instead he agreed Brussels should trust his promises to keep to the highest possible standards。 この文章はね、あのまあジョンソンが言うにはね、highest possible standard っていうのはどういうことかっていうと、細かいことをともかく、あのもっと大枠でね、信用してほしいと言ってるんですね。highest possible standard で、ところが
The EU already suspicious that 懐疑的だった Britain may not fulfill its obligation under the withdrawal treaty。 これ withdrawal treaty ってのは今回のね、ブレグジットする時の、 あの撤退交渉ね、トリーティー、あの契約撤退交渉において to impose border control between Northern Ireland and Great Britain、 イギリスと北アイランドとの、 あの国境管理ね、をインポーズ、国境管理をすると、インポーズ、ボーダーコントロールをすることに対して結局実行してない、 not feel its obligation、 義務ね、そういうことがあるんで、 EU はずっとその最後のところにつながるんだけど、 EU is reluctant to rely on trust alone、 だからそういうことがあるんで、あの信頼をリラクタント、信頼したくない？いや、イズの前のが EU だっていうのは全く分かんない。EU is reluctant to rely on trust alone。 そういうツラが続くんですね、はい、それでその次に言ってるのはね、 As for fish、 あの漁場についてはって意味ですね、これ。 Mr. Johnson declared that the EU must accept British control of its own waters。 で、これさっき言ったように、あのイギリスの領海についてはね、あの EU に従わないと言ってるわけですね。イギリスの管轄下であるということを EU は認めるべきだと言ってですね。Nor could post-Brexit Britain allow any ECJ というのは欧州、ヨーロッピアン、なんだっけ、ヨーロッピアンなんだっけ、ジャスティス、ヨーロッピアンカウンセル、なんだっけ、コートジャスティスです。ECJ。裁判所ね、ジュリスディクションというの司法権、オーバーイツローだから、そのこれ続きだから、漁業権についてはあのヨーロッパの司法裁判所、ヨーロッパ司法裁判所の配下にない、従わないと。 And if a Canada style deal cannot be negotiated by year end、 もしね、カナダのような、いや契約したようなやり方が、あの今年の年末までにあのネゴシエできなかった場合には、シーコンクルート、これあのジョンソン首相が言うにはね、ブリテン would be happy to trade like Australia。 オーストラリアのようなやり方でもういいよと言ってる。オーストラリアのやり方ってどういうことかって俺も詳しく分かんないんだけど、その次に言ってるのはね、あの That is a euphemism、 婉曲的な言い回し、 That is euphemism for having no deal、 No deal をするという婉曲的な言い回しだ、オーストラリアのやり方っていうのはね、 That is a euphemism for having no deal and instead trading on World Trade Organization terms、 WTO の規則、あの条件、これトレードターンの条件ですね、に従ってやると。 In fact, Australia is trying to get its own free trade deal with the EU。 オーストラリアは結局 EU とはですね、あの自由貿易やってるんですね。でどういうふうにやってるかというと、 WTO の規則の下でやってるんですね。だからその多分カナダみたいなその合意をしてるんじゃないんだと思うんですよ、あの EU とWTO の、だから関税も払ってるんですよ、きっと。フリートレードとは言ってもね。一般的なこう対応の仕方をしてるんですね。それから次はですね、あの、There is only limited time。あの、limited と12月までしか時間ないですから、in which to narrow such differences。その、such differences と EU とイギリスの条件がだいぶかけ離れてるんですけどね。かけ離れてるんだけど、そういうのをなろう、縮めるには only limited time、 限られた時間しかないと。 That is because against EU's advice、 EU のアドバイスに反して、なろうを縮めるんですか。え、うん、そう、縮める、なろう such difference、 あの EU とブリテンの要求の差を縮めるには時間が限られているという意味ですね。
That is because against the EU's advice, Mr. Johnson is refusing even to consider extending the transition period beyond the end of year. だジョンソンはあの引き延ばしたくないと言ってるんですね。だからあの refusing 断ってる。Even to consider extending 伸ばす the transition period 移行期間ですね。Beyond the end of the year 来年に伸ばしたくない。Beyond 年を超えるって言うんですね。End of the year 年末を超えてトランジションピリオドを extend 伸ばしたくない。だからあのジョンソン is refusing even to consider extending the transition period beyond the end of the year と言ってんですね。The withdrawal treaty あの要するに withdrawal 撤退するですね。協定 allows him to ask for this by the end of June。 あの撤退するそのためのその協定はですね、年末に撤退するんだったら6月末までやらなきゃいけない。Allow him to ask for this by end of June。 6月までにあのこれに対して彼が要求することを許しているってことは、6月末までに彼は条件を出さなきゃいけない、撤退条件を、ね、で その後でしかしながら But EU lawyers EU の法律弁護士たちは say that 言ってるのは If he missed this deadline この6月のデッドラインをにまで彼は要求出せなかったら It will no longer be possible to get more time。 あの他にもう余裕がないよ、年末に撤退するんだったら6月末に出さないと思う、それに間に合わなかったらあとどうするのみたいな。だから It will no longer be possible to get more time、 要するにもっと時間欲しいということができない、もはやできない、6月末に出さなければいけない、そういうふうにデッドラインまでやらなきゃならないということを言ってるんですね。でその後で言ってるのはそんなこと言ったらできるわけないよと言ってるんだけど Yet a free trade deal、まあ、自由貿易交渉 That takes in not only good but also extra like services data rules public procurement aviation transport and security。でここでね、文章実は切れんですね。Normally takes several years to agree。これ、ちょっと文章長いんですけど、あの、フリートレードディールは、あの、takes in というのは、包含するっていう。以下のことを包含する。takes in。これ、熟語です。takes in。以下のことを包含する。not only good、昇進だけじゃなくて、but also extra like。さらに次のものがあるよ。extra like。services、金融サービス。サービスね、それからデータルールズ、あのデータルールっていうのはあのビッグデータをどうやって扱うかっていう、そういう規則、それからあのパブリックプロキュアメント、公共の国の公共購買パブリックプロキュアメント、エビエーション航空産業、エビエーション航空産業ね、それからトランスポート輸送機関、アンドセキュリティ国家安全保障、でそういう諸々のこともあるんだよとね、フリートレードディールには。でそこの主語でその次に Normally takes several years to agree、 だからそういうものにものがいっぱいあるから、普通だったらね合意取るまでに何年もかかるよねと言ったやつ。だから6月末までにそのなんか要求をウィズドローバルの要件を出したのと、トリーティー出したのと不可能だよということをここで裏付けてるね。And more to ratify。ratify と批准、あの条約の批准ね。When talks begin in March、あの、話し合いが3月に始まったとしても、When talks begin in March, they will at first see more posturing than negotiating。あの、ネゴシエイトは交渉するでしょ。ポスチャリングってのはね、こうね、ポスチュアってのは格好つけたり、気取ったり、ポーズを取ったり、見せかけたりっていう意味で、ここではどういう意味かっていうと、交渉するよりも、あの、より様子を見る。ね、初めは様子を見るだろうって、そういう意味です。